はい。ゾれパーパトナーズの森です。今回もお話ししていきます。今回のお話ね、iPhone をね、買ってはいけないよっていうね、お話しようかなと思うんですけど、全然買ってもいいんですけれども、まあ、っどっちでもいいんですけどね。まあ、買わないっていうかね、まあ、あのー、ですかね。どういうふうに考えるかみたいなね、感じのお話になりますんでね。まあ、今回ね、まあ別に iPhone に限らずね、えー、まあ iPhone ね、今ね、発売されてですね、えっ、ー、と、うちの妻ね、買うって言ってましたんでね、か買ってたんですけどね。 えっと、新しいやつね、16ですか普通のね、無印というか、あの、プラスとかね、なんか、えー、プロとかね、プロマックスとか出てるんですけどね。えー、iPhone、普通のね、何もその後につかない無印って言われるね、いわゆる言われているやつを、えー、買うという風な感じで言ってね、なんか予約したって言ってましたけどね。iPhone ね。ちなみに私はね、買わないですね。今ね、えー、撮影してる、これね、携帯電話 iPhone11 使ってます、今。未だにね、未だに11使ってて、 えっと、iOS のね、あの、アップデートが、なんか、対応しなくなったら買おうかなって思ってます。もしくはね、完全にぶっ壊れたら買おうかなって思ってます。今んところぶっ壊れる気配ないんでね、えー、まあ、iOS の、その、ね、えー、アップデートに対応しませんよってなったらね、まあ、仕方なく、泣きながら、保管しようかななんてね、思ってるんですけれども、まあ、そんな iPhone なんですけどね、まあ、皆さんね、大好きだと思うんですけれども、本当はね、あの、私もね、新しいのにどん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 こう買い替えてね、 え、やりたいなって気持ちがね、ないわけじゃないんですよ。正直ね、あります。あ,ありますけど、<laughs> いらないなってね、何かこうね、何かとこう比べるとね、どうしてもいらないなっていう気持ちになっちゃうんですよね。で、何かが何かっていうとですね、例えばね、私の場合はね、仕事のもうほとんどのことがですね、あのもう庭師としての仕事っていうのはもうほとんどしてませんから、まあ、大、大部分のことがね、パソコンとかなんですよ。だからパソコンに関してはね、 あの、ちょっといいやつを持ってるっていう風なね、感じだったりとか、あとね、このキーボードとかもね、まあまあある程度ね使ってみたりとか、あとね、あのまあトラックパッドが私好きなんでね、ずっとね、あの MacBook 使ってきたんでね、パソコンね。なのでまあトラックパッド派なんで、マウスちょっとあんまり慣れないんですよね。なのでトラックパッドとキーボード、テンキーが付いてるキーボードに、えー、iPad 使ってるっていう風な感じなんですよ。MacBook Pro のね、 えー、16インチのやつ使ってて、えー、モニターもつけて、なんかそんな感じでやってます。で携帯電話はね、なんでいらないかっていうとね、基本的にその、なんでもいいかっていうとね、もう撮影するのぐらいにしかね、使ってなくて、でね、あの、まあ、連絡がね、携帯の方に来ますんでね、連絡するのと、その、撮影するのにしか使ってないんで、 撮影するのにね、十何万円払うんだったら、iPad に十何万払っちゃった方が仕事の効率良くなるんじゃないですかってね、えー、感じなんですよ。だから、まあ、iPhone ね、新しいやつ買いたいよっていうのもね、気持ちもあるんですけど、まあ、ただね、買ったところでね、仕事に、ま、あんま役に立たないなっていうのはね、私の中では、あ、なんかなっちゃうんでね、画質、いい画質のね、この小さい私見たいですかね。まあ、見たい人ほとんどいないんじゃないかなと思うんでね。まあ、画質もね、別にま、今のぐらいで特に何もね、 えー、画質悪いよっていうコメントもいただかないですしね。あの、音声悪いよっていうコメントを以前いただいたんですけど、もうそれほんと最初の頃で、最近はね、静かなところで撮影しててね、マイクも使ってるんでね、まあ聞き取りにくいよとかね、あんまりないのかなっていうふうに、あの、思ったりしますんでね、そう考えるとね、まあどう考えても何かと比べた時の何か、仕事に対して、えー、そのうまくね、こう使えるかどうかっていうところに対してだったらね、まあいらないかなっていうふうな感じになっちゃうわけですよ。 だから、まあ、植木屋さんとか庭師さんとか職人さんとしてやっているのであればね、携帯電話があるからといって、仕事の効率が良くなったっていうことは、まあ、ほぼほぼないというふうに考えると、まあ、例えばね、えー、まあ、効率が良くなる新しい何かね、ハサミを買ってみたよとかね、すごくなんか切れるチェーンソーを買ってみたよとかね、あとは何ですかね。 この間ね、あの、木原さんなんかダンプアップする系統ト買ってましたけどね、あれで効率良くなるんだったら全然いいんじゃないかなっていうふうに、あのー、思います。木原さんっていう方がい,います <laughs> で、ね。なんかそんな感じです。だから何かと比べて、これとこれってどうなんだろうなって、自分が欲しいもの、本当になんで欲しいのかっていうのが、あのー、分かってるとね、いいんですけれども、分かってないというかね、単純に何となく欲しいからみたいなやつで買うと、あんまり良くはないんじゃないかなっていうふうにね。 私としては思います。まあ、これはね、あの、事業者としてね、やり始めた方に限るお話なんじゃないかなっていうふうにね、あの、思います。うちの妻ね、なんか、あー運よくなのか、運が悪くなのか、タイミングがいいのか、タイミングが悪いのかね、あの、子供たちをね、こう公園に連れてって、写真撮ろうかなと思った瞬間に、落っことして、あの、背面が全部バキ割れたって言ってね、バキバキになったって言って、背面がバキバキになってましたね。で修理するのに5万円かかるらしいんだけど、5万円払うって聞かれて、 え、新しいの出るから新しいの買えばいいんじゃんみたいな。っていう話になって、あの、買うような感じになってましたね。そのうちの妻もね、同じ iPhone 使ってるんで、iPhone11 から16の最新のやつにね、あの、乗り換えるっていう風なね、感じになります。なんかあの、携帯キャリアによってはね、2年とか3年とかおきにね、こう、新しいのに買い換えた方が安いですよ、みたいな感じになったりするみたいなんですけどね。私、それなね、えー、呪縛からもう解き放たれて一括でね、あの、買ったりしてるんでね。なので、まあ、いつ買い換えても、 いいし、基本的に携帯のその料金に本体代が含まれてないっていうところになってますんでね。だからまあいいと。だから何でもいいななんてね、最近結構思い始めちゃっててね、仕事の携帯も、あの、法人契約ってあるんですよ。会社の、会社で契約っていうのがあるんですけど、その時にね、あの、ケーだったんですけどね、やっぱ現場でね、あの、電話したりするんでガラケーだったんですけど、ガラケーのあれが終了しちゃうんでね、もう、あの、新しいやつに買い替えてくださいっていうのね、連絡が来てね、でな なくなく何でもいいから一番安々にしてくれつって提供のやつにね変わったみたいなね感じになりましたんでね。なのでね、あの仕事する上でね、本当に使うんだったらね、全然それでもいいのかなっていう風に思ったりすることもあるんですけれども、あんまりね、とりあえずは使わないのかなっていう風に思いますんで、まあ買わなくてよしという風なね、あのことになるんですよ。だから仕事に使うか仕事に使わないかっていうところばっかりにね、こうなんか縛られてるんですよね、私はね。 で、事業者になって独立して自分でね、そういう風な感じで仕事を取ったりとか、あとはそのね、自分でやってるよみたいな感じになるとね、どうしてもね、もうそれのこととね、比べちゃうんですよね。だからこれは本当にいいのか、これはいいものじゃないのかっていうのを比べて、今のもので何か代用できる案がないだろうかとね。なんかそういう癖がね、まあ、ついてるっていう風な感じになりますので、まあ、趣味でね、あの、好きなんだよ。 っていう方だったら全然いいんですよ。なんかガジェットみたいなのがすごく好きでね。新しいやつ揃えた方がなんか気持ちいいよね、みたいな。なんかそういうのとかねで。私もね、結構そっちのタイプなんですけどね。まあ我慢してね。あのー、見ないふりしてやり過ごしてね。まあ、まあんま変わんないだろう、みたいなね。感じでやってると。だから、まあ次のね、iOS アップデートがね、対応しなくなったらね、多分一回ね、検討してどうするかっていうところのね、判断になってくるかな、なんてね。 思ったりしてるという風なね、感じです。まあ、毎年、毎年ね、買い替えるようなもんじゃない、くなってるとも言われてますしね、って感じです。まあ、昔はね、結構毎年買い替えてたんですけどね、まあ、あんまりね、そういう時代でもなくなりましたし、金額めちゃくちゃね、あの、高まってるっていうのも一個ね、あの、要因としてはありますんでね。なのでね、まあ、興味ないって言ったら、興味ないの、の一個なのかもしれないんですけどね、まあ、パソコン新しいやつだったら結構満足してね、パソコン二十何万でね、高いですよね。iPhone もね、 十なんか四五万してね、めちゃくちゃ高いなってね、思って iPad の方が安いんですかみたいな感じでね、価格設定されてて iPad、iPhone はみんな買い替えるけど iPad は買い替えないよね、みたいな感じで思われてるのかなとかね、なんか思っちゃったりする今回のお話という風なね、感じになります。だからね、あの、事業者としてね、しっかりその、おね、なんかいろんなこと考えるのであれば、まあそういう風なね、あの、視点が大事になるんじゃないかななんてね、思ったという風なね、今回のお話になります。ということでですね、本日はね、そんな感じのお話をしております。 チャンネル登録もいやすいよという方いらっしゃいました。ら、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。